さすがだね、ハヤブサ。血を分けた兄弟まであっさり殺せるなんて。なぜここにいる？私がお答えしよう。何者だ？お初にお目にかかる。私は LOA 会長、アスティア・ヒギンス。そして彼は主任研究員、クリフォード・ヒギンスだ。日本政府での仕事は食卓でね。僕の本来の仕事は LOA での研究なんだ。お前が黒幕か。最大の障害はやはりお前だったな、忍者。ロンドンで確実に殺しておくべきだった。だがクリフォードがお前の血が欲しいと言うから生かしておいた。感謝してよ、ハヤブサ。僕が助けたんだよ、ちょっとの間だけどね。でも竜の忍者の遺伝子を取り込んだおかげで彼女はより完璧な存在に近づいた。そうだろう、おじいちゃん。わしはクリフの祖父でカンナの曽祖父でもある。わしにはあの子が、カンナが必要だ。カンナ、瑞希はまさか。さてね、貴様。化け物同士、好きなだけ殺し合え。古き秩序、その象徴たる竜の忍者の死から新たな千年期が始まるのだ。
間もなくこの施設は崩れ落ちます。残された忍者は速やかに脱出してください。冷静に引き上がってくれよ。神田のためには。ハヤブサ、こっちだ。行くぞ。ここも捨てたとなるともう時間がない。どうしてここへ。後だ、急がないと世界は終わる。
通称ブラックノーマル。ペンタゴンが秘密裏に建造した特殊戦略空母。製造を受け負ったのはジェネシス・ノーマルです。LOA の軍事連絡会社。理想も終わって今まず復興準備中。まずはそいつにたどり着けってことかしら。話が早くて助かるわ。